はい、皆さんこんにちは、ワンダリングフジです。では今回は提督の決断を、パブキーと PS 版やっていきたいと思います。実はもう2週間ぶりぐらいの久しぶりのゲームになるので、どこまで進んだかっていう見直しをちょっとしてたんですけども、現在ですね、イギリス軍、主にですね、イギリス軍と交戦中ということで、引き続きドイツの支援を行っていこうというふうに思っています。で、この後はですね、やっぱりまずはジブラルタルを取って、一気に残されたイギリスの拠点2つ落としにかかろうかなということで、ドーバー、そして、このマダガスカルという順番で攻めていければいいかなと思っています。では、まず、時間を進めていきましょう。で、艦隊を今集めている状態なんで、艦隊戦力が整ったら、早速ね、戦いを挑んでいきたいというふうに思ってます。お金は多少やっぱり余裕が出てきている感じはしますね。では、まずその艦隊の状況なんですが、今、最前線には第4、第5両艦隊が入っているという状態です。で、実際の艦隊の編成見ておくとですね、まず第4艦隊、ここが空母4、従順3、軽順2というところ。で、第5艦隊が、これ空母4、軽順駆逐が3、3。で、潜水が6という状況ですね。で、さらに今、ドック入りしているんですけども、ここに第3艦隊が入っていて、ここに戦艦3、従順8、軽順5っていう艦隊編成になっています。ここに、後続の艦隊を合流させて、戦力を再編したら、ジブラルタル海峡へまずは進撃を開始していくという段取りを考えています。では、国政をやっていきましょう。その前に、アラビア海で確か、飛行場ができたよっていうふうになってたよね。違う？飛行場。そうだよね。じゃあ、ここに、とりあえず自動で配備しちゃおう。大した戦力はないんですけどね。航空戦力っていう意味で言うと。では、国政いきます。物資援助はもういつも通り、何ら変わりなく、石油を5000プレゼントしましょう。で、技術投資は、ちょっと一旦後にして、先に兵器開発やろう。艦型は、軽巡。オイルド型は、いいでしょう。置いておきましょう。で、航空機なんですが、攻撃機、メップ、銀河。このあたりはいらないかな。水上戦闘機もいらないね。新兵器開発の方を確認していきましょう。まずは、新型の航空機は戦略爆撃機。いや、戦略爆撃機は後だ。お金ないもん。航空装甲、新素材。これはいくらになる？確認しよう。お金。4000円か。やりましょう。この後ね、航空戦力必要になってきますからね。で、新しい航空エンジンも4000。巡洋4週間かかるからね。あと、アングルドデッキ、これ一番最優先で欲しかったな。11週間。これでもうお金がほぼないという状態だな。残りはそれでは、航空機の生産に当てましょう。今一番欲しいのは、艦上攻撃機。いわゆる雷撃機と言われるものですね。二次攻撃機か、空戦能力に。二次の攻撃機2の方がいいかな。これを、マックスまで作ります。これでもうお金がすっからかんだよね。じゃあ時間を進めましょう。アラビア海に敵が侵攻か。敵の艦隊戦力、確認したいね。幸いにもと言うべきか、航空機をね、配備した後なのか、まだなのかっていうところかな。まだっぽいな。これは、厳しい戦いになりそう。ここはじゃあちょっとね、時間をバーッと進めていっちゃいます。
はい、というわけで今回はもう姑息にも逃げ切ったという戦いなんですが、それによって残念ながら潜水艦隊を失ったので、まずは今回潜水艦隊をまた作りましょう。潜水艦隊がいないととてもじゃないが、アラビア海は守れそうな感じがしませんね。これを16隻作ります。で、完成したらまた、アラビア海の方に派遣していきましょう。というわけで原油戦力はアラビア海ほとんどいない状態なので、どうしようかね。ちょっと困っちゃうなーっていう感じがしますが、まずはやっぱり頑張って先に進めたいな。では第3艦隊、修復ドック入れ終わってるので、再び前線に地中海へ移動しましょう。で、今回も国政やっていくんですが、どうしても今欲しい新しい船、これを急いで作りたいので、先にそっちを優先しましょう。今欲しいのは空母なのか戦艦なのか、どっち作るかだな。従順はね、10隻もうすぐ到着するというような状態なので、そうなると建造だよね。戦艦作るんだったら海大和型になるよね。海大和を1隻、あとは空母、7型の空母を2隻作れれば御の字だな。確認します。7型の空母は1隻しか作れないか。というか1隻も作れないね、鉄が足りなくて。となると鉄は今回温存しましょう。で、アルミで爆撃機を作ります。まあ、ここは二次爆を作っておきましょう。航続距離がちょっとでも欲しいので。で、狙われるであろうこのアラビア海、ここに航空戦力を急いで配備。二次爆を70機も配備すればだいぶどうだろうね、攻撃力は増すんじゃないかなと思いますけどね。97式の艦攻が43機あるんだな。で、虹の攻撃機も2か。97式の立攻も数はある。となると、雷撃機の数を増やしましょう。これを34まで増やして、で、第一飛行場の方の雷撃機も数を増やします。50機。これで、アラビア海の防御は、ある程度、安心して見てられるかな。お、ここはドイツ軍がデンマーク取ったのか。まあ、イギリスの方は第二艦隊、ここには戦艦とクルーザーが一隻ずつだったので、デンマーク沖をドイツが、まあ、ある意味奪還したというところですかね。51センチの主砲が開発済みになりましたね。対水兵器のシュノーケル、これも開発完了です。
一気に開発が完了しましたね。大型ディーゼル機関の2もそうだし、航空エンジンもそうだし。で、新兵器の開発としては、艦載水上レーダーの2が可能になっています。というところですね。これは早めに作りましょう。自動搭載されるものは、新たに製造しなくてもいいので、優先的に作っていきたいですね。臨時予算4万4000はデカすぎる。さあ次の作戦目標はジブラルタルですね。ここを取りに行きます。で、お金に余裕がむちゃくちゃ出たので、嬉しいことにね。このお金はしっかり使っていきましょう。まあ、ここまでちょっとお金がなくてあまりできていなかった技術投資系、これはもうマックスで、ここぞとばかりに入れていきます。で、兵器開発も滞っているもの、まとめてやりましょう。まあ、水上戦闘機はいらないかな、攻撃機もいらないね。もう艦上タイプのもの以外は、基本いらないです。それでもお金が余る。こんなに嬉しいことはない。では、まず生産で、先ほど作れなかった空母ですね。空母を、正規空母を作っていきます。これがもうね、多分、正規空母をまとまった数作れる、残り少ないチャンスだと思うので、まあ、3隻。いや、4隻作ろう。これでもう一つの、まあ、空母打撃群が編成できるぐらいの、艦艇にはなりますね。で、あとは、その随伴艦として、ケジュン、6隻を作ります。これで鉄を使い切った感じですね。じゃあ、続いて、航空機、生産します。まずは艦上の戦闘機ですが、これは、虹の戦闘機。これを作っていきましょう。100機。艦上の爆撃機。これは虹爆の2ですね。これを100機。で、艦上の攻撃機も虹の攻撃機の2。これを150機。これでお金がすっからかんだね。OK だ。で、艦隊の方はというと、次のターンで西地中海に艦隊が揃いますね。では、時間を進めます。潜水艦隊がこれで編成可能になったので、潜水艦隊を急いでアラビア海へと派遣していきます。じゃあ、ちょっとね、皆さん退屈されちゃうと思うんですが、先に国政だけやっちゃいましょう。技術投資は、まあ、厚めに入れておくかな。で、兵器開発を除いておきます。新兵器。新型の航空機。これでお金もある程度使いましたね。で、艦隊を、まあ、潜水艦隊になりますが、編成していきましょう。ここに潜水艦を。OK ですね。これで、この潜水艦隊を、このアラビア海に置いておけば安心ですね。
では鉄アルミあるので生産していきましょう。さっきだいぶ航空機作ってるので今回は10乗クルーザーを作っていきましょう。まあ貝最上型を4隻作って空母艦隊に随伴させればいいですかね。これでいいと思います。では西地中海の方艦隊戦に入っていくために艦隊編成を行っていきましょう。クルーザーを、貝最上型になりますが、こんだけ入れりゃいいでしょう。これで全艦16隻体制へとなりましたね。OK だ。で、提督の任命系は、基本、入っているでいいよね。問題ないと思います。では、スーパーへ送り込んでから入り込みたいので情報活動を入れておく。いや、ジブラルダルはもう情報活動なしでいきなり突っ込もう。どちらかというとこの先を睨んで情報活動を入れておきましょう。ちょっと迂闊でしたね、ここ時間あったのに。しっかり事前に情報活動を行っておけばよかった。まあ、とはいえ僕自身は、どこにジブラルタルのどこに敵の基地があるかというのは分かっているので、あまりね危惧する必要はないかなと思うんですけども、航空機がいきなり爆撃をかけられないというマイナスがあるので、まあ、そこぐらいですかね。空母は上と下に散らします。で、まあ、今回ね、空母ある程度数用意してるので、昼間に突入していきましょう。で、海峡の北側、まあ、マップでいう上側に、おっと、いきなり艦隊戦か。そうはいかないわけだな。航空機。航空隊の攻撃を飛ばしましょうか。まずは敵艦隊だな。了解。で、バトルシップ隊は全艦突入。すごい数の航空機が入り乱れてるな。これはちょっと想像を絶する戦いになりそうですね。一応マップの上に2つ航空基地、下に航空基地1つという想定ですね。さあ、戦艦部隊はこのまま突入していきます。敵艦隊に向けて。あとは空母がどれだけ持ちこたえてくれるか。戦艦一隻失ったな。こういう時にアングルドデッキがあればね、航空機の発艦速度が上がるんで。敵はこれイギリス軍ですね。
ガシガシ沈めていきましょう。攻撃隊がなかなか出れないでいる。了解。航空隊発艦。敵艦隊戦力低下。味方艦隊より入電。こちらの艦隊も戦力低下してるからね。味方艦隊より入電。味方艦隊より入電。航空隊着艦。味方艦隊より入電。航空隊着艦。航空隊。敵の空母とか大型艦を沈めておきたいよね。味方艦隊より入電。大型艦を沈めてさえしまえば、まあある意味だと総統戦に移れるので、だいぶ戦いが楽になるんですが、マップの南へと退避を行おうとしているこちらの艦隊だね。ここに空母が、まあ護衛空母も合わせて、3隻確認できてますね。戦艦が沈められた。第3艦隊からは戦艦がいなくなってるので、戦艦2隻を失ってますね。ジブラルタルを攻めるのはそれほどにきついか。さあ、敵艦隊はもう撤退行動に入っているようなので、味方は基地攻撃へと移っていきましょう。それでいいよね。まだ戦う意思があるのかな。それとも味方艦隊より入電。航空隊着艦。航空隊着艦。戦艦3隻を一挙に喪失したというのは、まあ、衝撃的ではありますが、敵艦隊の脅威はだいぶ下がったので、この間に敵基地の攻撃を一気に進めていきます。航空隊発艦。了解。了解。了解。航空隊発艦。航空隊発艦。航空隊着艦。航空隊発艦。これで味方の爆撃機が敵基地の方へ向かっているので、追われるんじゃないかな。こんだけの数の爆撃機が飛べば。一応二次爆には急降下つけてるんで、まあこんだけの爆撃機が頭上を飛べば十分に破壊できるかなという感じですね。もう一個
回航空攻撃したいよな。敵艦隊発見。了解。了解。航空隊着艦。さあ、空母艦隊もちょっと海峡を渡って前へと進めましょう。航続距離を考えたら短ければ短いほど攻撃回数は増えるので。航空隊着艦。航空隊着艦。味方艦隊より入電。航空隊着艦。航空隊着艦。第三艦隊の被害が無視できないほどに広がってきてるな。空母艦隊の方はほぼダメージが出ていないので。航空隊着艦。まあそのダメージを全部受け持ってくれたといえばそれまでなんですね。航空隊着艦。夜のうちはまだね我々の航空機は出せないので、今のうちに空母を少し先に進めておきます。その間は時間を進めちゃいましょう。第三艦隊からね戦艦を3隻一挙に喪失してるので、これがこの後の作戦にまあどんだけ悪影響が出るかっていうところですかね。これで、二つ目の飛行場に対しては、砲台を沈黙させたので、夜のうちにちまちまと攻撃を当てていけば、攻略が終わるかなと思います。なので、空母から出るのは、下側の基地に対して、航空隊爆撃機をドカドカっと飛ばしていけば、それで終わりですかね。あとは敵艦隊の掃討戦です。それにしても火力不足だよな。夜明けとともに航空隊を即時発艦。まあ、ここで夜間爆撃機とかがあるとねむちゃくちゃ楽になるんですけど。地点に到着。さあ各艦隊指定位置までついてますね。了解。火の出だ。よし航空隊を飛ばす。了解。了解。合わせて偵察機も各方面へと飛ばしていきましょう。航空隊発艦。航空隊発艦。航空隊発艦。敵飛行場撃滅。航空隊着艦。よし、敵の飛行場破壊。まあ、戦艦3隻失ったその代償として
ジブラルタルを取ったとこういうことになりそうです。味方の方は第三艦隊にだいぶダメージが出てますね。確認していきます。戦艦が全部で3隻撃沈されてますね。あとは従順、このあたりがまあ4隻、さらに軽巡ライトクルーザーが1隻撃沈されてます。一方敵の方はどうだろう、かなり数は減らしたとは思うんですが、まず正規空母1隻撃沈、正規空母1隻大破、護衛空母1隻を中破、1隻を小破ですね。あとは第14艦隊からは正規空母1隻、護衛空母3隻を撃沈してます。しばらくは艦隊のね、戦力が整うのをこのジブラルタルで待っておきましょう。これは軽巡ですね。4隻仕上がってます。では次の作戦目標なんですが、まずはスペイン沖に入ってドーバー海峡を取ると、でその後に艦隊を返してマダガスカルを攻略するっていうのがね、目的になるかなというふうに思います。では時間だいぶ長くなりましたので今回はここまでにさせていただいて、次回ですねまたこの続きをプレイしていきたいというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況とあとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。